ようございます。福井のぞみです。私のハマっていることはチャッピーといろいろ遊ぶことです。遊んだり一緒に寝たり、時には喧嘩をしたり、喧嘩をしても5分で解決してまたすぐ仲良くなります。お母さんと用事に出かけたり、テアトルアカデミーに行くときとか、そういうときはチャッピーを置いていかない、置いていかないとダメだから、すごく寂しいんですけども、たまにチャッピーが自分からちょっと高い段を乗り越えて、こちらへ来て、私も行きたいっていう感情が伝わってきて、そこで一緒に連れて行くことも結構あるんです。なので私は一番最初は驚きました。チャッピーは心臓の病気なんですけれども、全然元気よく、自分は元気よくなっているので、ちょっとすごいなって思っています。なのでたまにこうやってやってこう褒めたりしています。バイバイ、ありがとうございました。